野党に荒らされた店も元通り。新しい品も入ってるよ。買っていきな。悪い奴らなんて。よう、ルボル。なあ、コンラーと引き、急ごしらえの。ほんと。おじちゃん、みんなを仲直りさせた。候補の日でも。そうだ、あんたに。どうかした。実は、支援団が確保しそいつを奪うために、まるで、奴ら。悪い奴らがどんちそうだよね。まあな、そうなったら多勢に。だから、今の、そこであんたにも、もちろん。いいだろう。助かる。あんたの野党ど。ああ。ダリミルの首長って何する人なの？王様みたいに偉い人なんだって。野党連合か。ビクトルに話を聞いてみよう。ビクトル、まだこの町にいたんだな。おお、シドじゃないか。もうコストニセ難民街に戻ったのかと。ちゃんと戻ってるぜ。ただ最近はこの町にいることが増えてな。野党討伐を手伝ってるうちにこの町に愛着が湧いてきちまった。それにルボルや自警団の奴らにも頼りにされてるしよ。ほっとくわけにもいかないだろ。そういうことか。それで今日は何の用だ？ルボルに野党の討伐を手伝うよう頼まれてな。あんたから話を聞くよう言われたんだ。おお、そうか。ちょうど自警団の連中と段取りを決めるところだった。町の周囲に野党どもがたむろってやがる。連中が野党連合に合流する前に撃退しようと思うんだが、あんたが力を貸してくれるなら心強い。俺はどこに向かえばいい？そうだな、ではベルクロイ川の岸にいる奴らを頼めるか。わかった、すぐに片付けよう。これは閣下、右筆は中におります。ご用件が。これは閣下、不死鳥。確か何か分か。いえ。そうか。アルテマはそのため各地空の分。ええ、我々にとっても。なるほど。閣下も興味が多い。よろしければ行ってみろ。現在空の文明、間もなく。お急ぎでなければ。いいだろう。感謝いたします閣下。調査を進めているクジェトフはこのタボールから道なり、タイタンの通り道を進めば直にたどり着けましょう。わかった。どうかお気をつけて。不死鳥の炎の絶えんことを。オーガストが来てるはずだ。早く合流しよう。アカシアが来たら俺たちも戦う。いらっしゃい。ちょうどいただくわ。
はい、どうぞ。また来てちょうだい。来てくれたか、オーガスト。今、石の剣の、ひとまず、あと備えは。あんた、話を聞い、噂に聞いつまんが、力を借り。ああ、俺にも手。ブラックザオン、なんで石の剣の連中が。それでゾルタ、お互いドラボズを捨てた。お前捨てたって。捨て、村を出る。ここは大昔ドラボズの村長に就く者は代々村、俺たちの師匠も掟に従って長にな、村長になるってことは家事師で。ところが師匠は死ぬ前にそれを。お前は断って。俺はずっと鉄を打っていたかっただけさ。ゾルターンにオサを譲った後、掟を破った俺、こいつもかばってくれてはいたが。違う、ゾルターン。二人とも、まずは。ああ、悪か。クライブ、すまん。とにかく、激しい戦いに。クライブ。いつでも。よし。鉱山人のブラックソーンとぞ。お、何があった。鉱山方面から奥に大物もいるみたい。とにかく了解。どうする。アカシアは動きが読めない。村のどこ。こうなったら鉱山に乗り込むのをやめて村の防衛に集中するしかねえ。いや、この村の戦力はわずかだからな。防衛に徹したところでいずれは押し負けるぞ。ああそうだ、戦いが長引くんだったら。だが鉱山にアカシアが広がりきる。クライブ、ここはまか。ああ気をつ。これ以上先に行かせるか。
りよ。せい。が大物ってわけか。これで終わりだな。村も無事だ。クライム、こっちは大丈夫だ。よかった。村の方は怪我人は多少出たが、これでしばらくは。ああ。
感謝。これでまただがエーテルだまりか迷い込んだ魔物が危険が去ったわ。いっそのことをここにこの村で村のれこれまで通り。そうか、ブラックソーン、お前の協力礼を言う。ここは俺の故郷。俺はずっとだがお前を、そして今この村、すまなかよせよぞ。お前に長を押し付けて俺は村を金を稼ぎ、だがそのせいで火事への今のドラボスの職人は、俺がどんなに努力してこの村はブラックソーン、そしてもう一度ありがたい申し出だが、それにそうか、だがここの職人ブラックな、鼻垂れビートのやつがすんな。ブラックソーンはよかったな。ああシド君、ありがとう。俺たちの村、それと村を救った英雄。おい、師匠ですら断念した。芸術品といっても質のいい革、何より。そん俺が何のために彫金を習得した。火事だけじゃ成し得なかった高み、俺たち二人の腕があれば。ゾルタ、二人でなら。クライブ、いいとも。ゾルタンはよし、隠れ家に戻ったら。ジョシア様、おかしいな。最近の食事は、うん、クライブ、こちらサス革職人か。外大陸の文化からドラボズの外端から得た。そしてブラック、俺たちの行くぞ。おうよ、ついに。これが伝説の鶴。ラグナ、シド君ありがとう。これで二人はし何を超える。クライブ、これは二人で考案し、こいつを作るにはまさに伝説級の。分かった。それじゃあノーコン。ああ一仕事してやろう。どれが欲しい。また来いよ。
さっき関所で兵士たちが騒いだ。腹減ったな。自治寮へ行けないなんて。いつになったら関所を越えられるんだよ。よし、行こう。ありがとう、アンブロシア。エルイーズ、銀霊将だ。来たわ。わざわざ呼び出して。とぼけないで、あの取引は。私。何を言うかと思えば、あれはもともと我々が目をつけていたもの。お前の商談入りを祝おうと、運び屋の最後の仕事に。花を持たせてやるつもりだったが、入団しないのな。考えるじね。それあれからすぐに買い手が見つかり、すでにその子外対バリスゼンベアラーの待って。それはああベアラーたち。わかったわ。そこまで動いてるなら今回の件は秋でも。そうか。残念だったな。今回の失敗はみんなにはベアラーの状況を裂く。彼らはちょうどその頃入団を誘われ、そしてそうだった、商談には気づかれてた。脇を固めきれなかった。エルイーズ、ベアラーたちが不自由な。分かって、私の手。エルイーズ、カシロクの仲間から村の奥にテオが早くた。なって。エルイーズ、クライブ、私たち。テオドール、急ごう。行くぞ。この辺りで追いよう。テオドールは村の奥だ。あっちにはエーテルダモリ。頼む、すぐに向く。どこだ。
早くテオドールを見つけないと。こいつはドラゴンがアカシアに。まずはこいつを倒さないと。テオドール、よく無事で。その姿は…俺は…ベアラーだから少しくらい…いけると思ったけど…エーテルだまりに…長くとどまりすぎちまった。
さっきのドラゴンが思いのほか強くてよ。でもさすがシドだ。あのデカブツを倒した。これでみんなの村に。オトール、になるぞ。ありがとう、クライブ。少し落ち着いたわ。あいつは勇敢だった。ドラゴンを相手に最後まで。テオドールはきっとあんたのために戦い抜いたんだろう。私のために。私はあの子の思いを無駄にしてしまった。テオドールの思いか。あいつ、そう、私が。エルイーズ、聞かせてくれないか。私たちはそれなりに。両親は私でも、テオが15の時、両親はテオを憎んだから。それからずっとテオドール、自分を助けたことで。それに、だから正直、あの時テオを助け、私はそれでも弟と一緒、テオの笑顔を見るたび。でもテオは私の方こそ。テオドールは姉貴に助けられて、これからは自分。あんたたち兄弟は互いに自分の。きっとずっとずっとテオ。このまま運び屋を続けるわ。私はだから、これからもそれをつ、いろんなものを吐く。私が何かを、あの日のテオのような笑顔に。それが私の生き方。そうか、俺もあんたに。ありがとう、私と。
野党に荒らされた店も元通り。ビクトルが言ってたのは奴らか。一気に片付ける。待たない、アンブロシア。おい、お前ら！あいつダリビルの傭兵じゃねえか？やっちまうぞ！
片付いた。死ねろ。おお、野党ども撃退してくれたようだな。ああ、だがどうしてあんたもここに。ちっとばかりまずいことが起きた。急いで町に戻ってほしい。何が。町のルボルがベアラーだったって。どういうことだ。ああ、自警団。その時ルボルが魔法を使って助けたんだよ。クリスタルを。またクリスタルなし。そんなこと。あいつはこれまで人として暮らしてきた。俺だってそう思ったから。確かに。この先なあ、まったく、とっさに魔法を使ったら、まさかクリスタルを忘れ、いつかは。ごめんなさい、ごめんなさい。気にするな、二人が無事。見ろ。あいつ、俺と。いずれにせよ、とにかくこんな状態でまた野党に。急いだ方が。ああ、俺は住民たちに指導。自警団のコンラートとルボルと親しい俺が行けば。だが、よその証人だと。やるだけ。ルボル、子供たちと一緒。分かった。やけにベアラーの肩を持つんだな。うちの店の前でさ。やつにまんまと騙されてたのか。取り込み中のようだが。なんだ。確か。ああ、知ってるわ。やつに騙されてた。ルボルはこれまで町ダリミルがうまくやってこ。どうせ私たちはベアラーに従ってたのよ。人だろうがベアラーだろうが、あんたとやつがどんな関係。口をだ。ダメだな。こっちも同じだ。今は何を話。そうだな。ビクトルのやつ。クライブ。ああ、やっぱり。なんとかして。もういい、そこまで必死になること。ルボル、俺のお師匠が武器は嘘をつかない。自分に嘘をつく。お師匠も自分が撃った武器で殺されたくせに、よく。それでも自分を。だから俺もいっそここで俺が。そうなれば俺は殺。いやだよルボルは。俺が。あ、とにかくもう。あ、な、俺ビクトル。おい、ルボル。そうだ、さてと旅支度を始め。何か。ありがとな。よし、行こう。
片付け。苦労さん。これはあの異物の仕業。生き残りはいないのか。やれ。トルガ、たまれ。ニアだ。
教団のものだ。旅の方、お前たち。おや、そのブローチは失礼いたしました。動く異物が現れ、ですが無事に仲間が何人も死ん、なぜと我々の主命は故に死んだものと。ええ、閣下。ああ、死んでしたら我々の主命は全て命を犠牲にしてでも宿命を全うする、それが大義だと。ともかくタボールへ戻ろう。閣下。ああ、渡しておく。新社アルテマの痕跡。クジェトフでは仲間が襲う。お前が襲う。いえ、大義のそのこれは閣下宗主の目教団のだが、俺は自調査するジョシアがいい。それを閣下の我々らすご理解。そうか。ではか。来たと思ったらみんな前は褒めてくれたのに。褒めた？私が。やあクライブ、待っていたよ。この娘を引き取りに来てくれたのだろう。いや、ウォールードのことを聞こうかと。まさか君もその話だったのか。ドレイクスパインを破壊するため灰の大陸へ向かう。改めて状況を把握しておきたくてな。ウォールードの奴らにエンタープライズを攻撃されたら困るんだ。伝えたはずだぞ。あの国の行動はなかなか表に出ないと。それに輪をかけて灰の大陸のことは知られてないのだ。何せウォールードが建国されてからというもの、まともな国交がないのだから、今の状況下における沿岸の警備網など分かろうはずがない。それでもここで一番詳しいのはお前だ。知恵を貸してくれ。大先生、お願い。分かった分かった、そこまで言うなら教えてやる。それではウォールード王国について特別講義といこう。この国を知るには建国の英雄にして不老の王バルナバス・ザルムという男について語らねばなるまい。バリス・ゼアの外大陸からやってきた流れ者の彼は
若くして灰の大陸の諸部族を見事にまとめ上げると、当時最強の呼び声高かったベルダーマルク王国を一夜のうちに滅ぼした。この歴史的事件によりバルナバス・ザルムの名と召喚獣オーディンの圧倒的な力は世に広く轟くこととなる。それが大陸歴843年のこと。バルナバスがウォールードの王となり、老いることなく玉座を守り続けて早40年。近頃の生還ぶりからかの英雄もついに戦に会いたかと思えば、一変してこたびの大攻勢だ。帰還アインヘリアルを持ち出すと大軍を率いて勢力を展開し始めた。ドレイクファングにオーク族を送り込み、カンベルをアカシアに蹂躙させる。その進軍目的はもはや資源収奪とも領土拡大とも言い難い。それでもなおバルナバス王の指揮で行われた進軍だとすれば、一つだけ確かなことがある。オーク族もアカシアもウォールード王国にとってもはや敵対勢力ではないということ。君たちが乗り込もうとしている場所はそんな得体の知れない奴らの本拠地なのさ。灰の大陸は黒の一帯の侵食が進み、数えるほどしかない寄港地は警戒が厳重。それどころか沿岸部の多くが海流の影響を強く受けている。波の帆船では近づくことすらできないだろう。だがそんな状況の中でも我らがエンタープライズは一度たどり着いた。そう、打ち捨てられた黒い砂の渚、静かなる影の海岸にね。君たちからの報告を聞くに、ここ以外の上陸場所は思いつかん。どうだミド、もう一度あの海岸につけられるか。潮の流れが速くてちょいと厄介だけど、うん、なんとかしてみせる。任せたぞ。ありがとうビビアン、助かったよ。今回の講義代は灰の大陸での君の見聞で手を打とう。高額のためにも戻ったらぜひ聞かせてくれ。ああ、わかった。ミド、みんなをラウンジに集めてくれるか。作戦会議だ。俺は書庫へ行ってジョシュアを呼んでくる。はいよ。北部は冷えるぞ。このままではジョ様が何かご用でしょうか。浮かない顔をしている。あ、クライブ様には実は胸の石化による一、それは薬を飲めばというと、あの傷にはベアラーの石化で用いるような、そのため
教団やタルヤと協力してジョシュア様に合わせた薬材料が希少ゆえ作れる。このままでは薬もジョシュア様の痛みを和らげる。どうかくらああ、感謝。それでストナエーテルですが、他にストナ層は。ええ、ならば暗い希少な材料な。それに承知ストナ。それではく行け。ヨーテが言っていたのはこの辺り。早速ストナ層を探してみよう。
ここにも同じやかストナソを探せばこいつらを倒してからだ。これに違いない。できる限り取っておくとしよう。こんなところか。帰ってきたと思ったら。ヨウテ。クライブ様、これほどあれば。そうか。やはり御身の危うそういう気。いえ、クライブ様。ああ、来てくれたんですね。
支援品の確認ですね。今お渡ししますね。はい、どうぞ。また来てくださいね。
ってどんな戦いだったんだ。まさかそんなこと。兄さん、いいところ。以前アルテマはその中の一つが、僕と不死鳥教団はフェンでも壁、それが今マザークリスタルを待つ。その名はかつて古代バリスゼア記録に残る。バリスゼア灰の大陸にはもしかしたら、どうしても歴史は所在のジョシア君の手元に。これからも。ええ、ジョシア話をした。わかった。おかげで有意義な時間。